初音島にやってきてもうすぐ2ヶ月。純一もネムも小鳥も美晴もマコもみんなとっても優しくて大好きなんだけど、魔法使いの修行中の私はまだ誰も幸せにすることができない。一体どうしたらみんなを幸せにできるんだろう。誰かかと思えばアイシア。こんな昼日中、学校の屋上で悩み多き乙女のごとく、そんな風に物思いにふけっていると新聞部の物見高い連中からとんだ勘違いをされてしまうかもしれんぞ。杉並？そう、俺は杉並。名前は未だ謎。そんなこの俺のように常に高尚な視点で世の中を観察しているウォッチャーから見れば、お前の持つ悩みの本質などズバリまるっとお見通しだ。本当？だから遠慮せずに話すがいい。私魔法で、いえ、私どうやったらみんなを幸せにすることができるのかわからないんです。幸せ？はい、私一人でも多くの人たちを幸せにしたいんです。なのにこの島に来てからみんなのお世話になりっぱなしで。なんという殊勝な心がけ。感動したぞ。近頃の自分の利益しか考えない身勝手な若者たちに爪の赤でも煎じて飲ませてやりたい思いだ。え？爪の赤って飲めるんですか？それは物の例え。なるほど、そうか。まさにそいつは好都合。え？いや、アイシアのその願い、この不肖杉並が叶えてやれるかもしれん。杉並が？本当に？この俺には辞書とか不可能とかない。ただし条件がある。条件？これから我々がなすことに対し一切の疑問を差し挟まないこと。はい。それがお前が望む全ての人々の幸せに通ずると信じきること。はい。よろしい。それでは今よりアイシアを我が非公式新聞部特別取材班チーフに任命する。特別？何ですかそれは。実はな、創設以来長い沈黙を守っていた我が非公式新聞部がついに表舞台に登場する運びとなったのだよ。ん？表舞台？晴れて快晴あっぱれ日より非公式新聞部第1号記念特大号が発行されるというわけだ。よくわからないけどすごいですね。うん、何が何でもすごいのだ。大衆の知りたいという欲求を満足させること、これこそまさにアイシアの言う人々を幸福に書いて幸せと読むという希望に直結合心することになるのだ。ぜひやらせてください。では早速最初の指令を与える。お願いします。風見学園永遠のアイドルにして惜しくも昨年卒業されたかの水越萌え城のスリーサーイズを計測してくること。はい。スリーサイズ、スリーサイズ、そういえばスリーサイズって何のことかな。あれ、アイシアじゃないか。え？あ、純一にネム。こんなところで何してたの？買い物誘おうと思ってずっと探してたのよ。あ、今日は用事があって、実はスリーサイズを調べようと。え、スリーサイズ？誰の？え、あ、なんでもないです。いいか、アイシア、取材内容は決して漏らしてはならない。もし他人に知られたらその瞬間人々を幸せにする力は霧のごとく消え失せてしまうのだ。下着？あ、買いたいんだったら付き合ってあげるけど。いいえ、結構です。失礼します。あ、アイシア？変なやつだな。だからお姉ちゃん、また大きくなったんじゃないの？あら、そうかしら。てっきりお洗濯して縮んじゃったとばかり思ってました。でもまこちゃんのは洗ってもサイズが変わらなかったから違いますね。あ、それ皮肉。あらあら、褒めているのよ。
まこちゃんはいつだって変わらずスタイルがいいんですもの。羨ましいです。結局成長してないってことじゃない。やっぱりまこと萌えだ。指令は確かまこじゃなくて。だけどスリーサイズって。いらっしゃいませ。あのお探し物？ええもしかしてランジェリーショップは初めて？そうなんです。あのスリーサイズください。嘘、ゆるゆる。まこちゃんどう？ちょっと待って、おかしいな。前に測った時は確かに少しだけ増えてたんだけどな。まこちゃんこれ見て、かわいいでしょ。てか。まあお客様、スレンダーなのにちゃんと出ているところは出てて素晴らしいプロポーションね。これなら B、 いや C でもいけるかも。ちょっと失礼。痛いです。少し寄せますからね。ほらやっぱり大丈夫じゃない。なんだ、スリーサイズって体のサイズのことだったんだ。あら、そこにいるのはアイシアちゃんじゃないですか。え、あ、へえ、アイシアも下着買ったんだ。うん、まあ、きっと可愛いのでしょうね。ぜひ見てみたいです。あの、萌えは？もちろんです。ほら、私は今日はパス。お願いがあります。いい匂いですね。はい、今日は特別にアイシアちゃんが来られたのでもみじ鍋にしました。もみじ鍋というのは秋の味覚が満載で、特に紅葉をめでるために伊勢エビによく茹でた明石のタコ、それにキムチとトマトソースを程よく入れ込んで、仕上げに豆板醤で作った漬けだれでいただくのです。最後の飾り付けに色づいたもみじの葉を加えると、深まる秋の風情が素晴らしく。はいはい、お姉ちゃん分かった分かった。あらねえ、ところでアイシャの頼みって何？ですね。いいかアイシャ、取材は体でぶつかって行け。根性だ。いやむしろど根性だ。いい加減な気持ちでは人々を幸せにするなどはできぬと思え。そうか、取材は体で。ん？あの、失礼します。え？あらら、ちょっとか、いやー、ちょっとアイシア、あんた一体何やってんの？これは人々の幸せのためなんです。どうか辛抱してください。はぁ？根性なんです。いえ、むしろど根性。ど根性？お姉ちゃんの胸を揉むことがどうしてど根性なのよ。もう少しです。ダメ、もうおかしくなりそうです。そうだ、これだけでは。さっきお店の人がやってたみたいにグッと上げて。初めから言っていただければよかったです。はい、でもどうしてもこれは秘密だったので。ふーん、だけどお姉ちゃんのスリーサイズをしてどうすんの？人々を幸せにしたいんです。まあ、私のスリーサイズが人々の幸せの役に立つのですか？はい。それってどういうことよ？秘密です。ふーん、ねえ、もしかしてそれって下着メーカーのアンケートかなんかじゃないの？アン
ケート？新製品開発のために極秘にリサーチしてるってことよ。まあ、そのうちテレビ CM の下着モデルかなんか頼まれたりして、あらあら、これをきっかけに芸能界デビューとかしちゃったり。どうしましょう。ねえアイシア、そういうことなんでしょ。でもさ、だとしたらなんでお姉ちゃんだけなのよ。ねえ、私のは調べなくていいの？はい、マコは全く必要ないそうです。全くって、こっち、なんかその言い方カチンとくるな。だいたい大きいからいいってもんじゃないでしょ。そもそも女の価値をそんな馬鹿げたことで決めつけるなんてナンセンスだわよ。前からずっとそのことを言いたいと思ってたんだけど、はっきり言って世の中間違ってる。まあまあ、マコちゃん、お姉ちゃんは黙ってて。お姉ちゃんだってよくないのよ。そうやって大きくなっちゃって、そのそらさないの大きくなったらどうすんのよ。そうですか。風船みたいにパーンって外しちゃって知らないからね、私は。お姉ちゃん、私の言うことちゃんと聞いて。私、小さい頃からずっと思ってたんだけど、なんでお姉ちゃんばっかりいつもいつもそうやって。失礼します。これでよしっと。次の取材は、さて、次なるターゲットは風見学園随一の神秘にして謎多き巫女、この宮玉木。その不可思議なる超能力の正体を調査するのだ。特に数多くの奇跡を生んだ幸運の浜屋が、次は一体誰に向けられるのかを突き止める。そしてこのミッションこそ、アイシアの言う人々を幸せにするという目的に最も近いものであることを知れい。幸運の浜屋か。よし、頑張るぞ。何を願われたのですか？この宮さん、ずいぶん長く祈られていたようなので、気に障られたようでしたらお許しください。ううん、そんなことはないですよ。ただ、ちょっと…ん？やっぱり何でもないです。それじゃ、白川さん。え？願いは必ず叶います。それが真実の思いから出たものであるならば。うん、ありがとう。こんにちは。あら、アイシアちゃん、どうしたの？アイシアさんも何か願い事ですか？いえ、今日は玉木に用事があって来ました。私に？まあ、何なのでしょうか。それは秘密です。秘密？でもそれではアイシアさんの用事の内容がわかりませんわね。だからそのわかった、私がいたんじゃ話せないってことね。いえ、そういうわけじゃ。いいわよ、気にしてないから。それじゃ、小鳥。今私、みんなが幸せになるために働いています。だからもうすぐ小鳥にも幸せが絶対にやってきます。そうなの？じゃあ楽しみにしているね。はい。私にもぜひ分けていただきたいですわね、アイシアさんの言う幸せを。はい。その前に、玉木の着ている服、いつ見てもとっても綺麗です。まあ、ありがとうございます。これは巫女の装束で、いわば制服みたいなものです。自らが神の奉仕者である自覚を持つためと、神前においてその意義を保つという二つの意味合いがあるのです。でも最近では、単にこの装束を着たいというだけで巫女になりたがる方もおられるようですが、大切なのは形ではなく心のありようなのです。はい。ですから私は学園において、その正しい巫女の心を伝えるために巫女部を開催しているのです。そういえば、アイシアさんは前に一度体験入部されましたわね。もしかして
正式に入部の決断をなされたのですか？そういうわけではなくて、その、もっと深く玉木のことを知りたいと思って。私のことを？私はたまたま神社の家系に生まれた単なる巫女の一人に過ぎませんわ。いいえ、玉木は違います。玉木はその、人を幸せにする力があります。そう言っていただけるととっても光栄ですわ。でも幸せというものは他人の力でどうなるものではないのです。たとえどんなに才能があり、どんなにいい環境に恵まれていたとしても、本人の自覚によって幸福にもなれば不幸にもなってしまうものなのです。でも全ては本人の心次第なのです。心？そうか、心さえ鍛えれば玉木のようになれるのですね。まあでも私にはそのような力はもともとありませんが。どうすれば心を鍛えることができるのですか？まず私たちの世界ではみそぎと祓い清めの儀式を行います。みそぎ？冷たそうです。みそぎというのは心と体の汚れを洗い清めるためのもの。こうして冷たい滝に打たれることにより、全ての罪と迷いが払拭されるのです。そうすれば幸運の浜屋を打てるようになれるのですね。え？いえ、何でもありません。うっ、冷たい。でも人々の幸せのためです。アイシア、行きます。痛いです。何事も忍耐が大切なのです。頑張ってアイシアさん。はい、頑張ります。この山の頂上に神社の奥宮があります。これから二人で夜を徹して参拝に向かいます。険しい道が続きますが、覚悟はいいですね。はい、アイシア、やります。頑張って。アイシアさん、この先気をつけてください。うん、こっち。危なかった。大丈夫ですか？すごいです。どうして岩が落ちてくるって分かったんですか？それはこの修行が終わればきっと私にも分かるようになりますよね。うわ、いつ見ても美しい朝焼けです。本当に綺麗です。アイシアさん、よく頑張りましたね。これであなたの心はすっかり清まりました。はい、ありがとうございます。これを修行を終わらせた記念に差し上げます。これは幸運の浜屋ですね。アイシアさん。はい。あなたはもしかしたら幸運の浜屋のことを知りたかったのではないですか？違います。そうですか。でもあなたの多くの人々を幸せにしたいと思う気持ち、それはとても尊いことです。それが真実の願いから出たものならば必ず叶うでしょう。アイシア、お前こんな時間に帰ってきて一体今まで何やってたんだ。ジョイチ、そんなに大きな声出さないでください。私眠いです。ちょっとアイシア、待ちなさい。女の子が朝帰りするってどういうことだか分かってるの？
やすみなさい。にゃ、にゃー。こら、もういつも兄さんがアイシアを甘やかすからこんなことになるんじゃない。なんだよ、俺のせいかよ。そういうこと言ってるんじゃありません。私はもっと兄さんにしっかりしてほしいってことを。やっぱり言ってるじゃないか。静かにしてください。寝られません。にゃー。はぁ、よく寝ました。さあ、これからまた忙しいです。本日の取材はと。さて、次なるターゲットだが、今や伝説となりつつある謎の高校生人気漫画家、玉川綾子。それすなわち我が風見学園が誇る天才漫画家、埼玉奈々子先生の次回作を調査することだ。だが先生は超多忙であり、またアイディア漏洩を防ぐための警護も厳重を極めているという。しかしながらだ、今回の記事はおそらくは創刊号の一面を飾るであろう最も重要かつ名誉ある取材であることをここに明記しておく。奈々子の漫画だったら大好きだから、次の作品が何なのか私もぜひ知りたいです。玉川綾子。ありました。次回作は…あれ、何も書いてません。あら、そこにいるのはアイシアですね。あ、アリス。やっぱりアイシアも玉川綾子の漫画が好きなの？はい、大好きです。私も。でも連載終わってしまったんだよね。残念だけど次回作を楽しみにするしかないな。この雑誌には次回作のことは何も書いてません。そうだね。普通は宣伝の意味もあって何らかの告知があるものだけど。あの、連載が終わった漫画家さんって何をしているんですか？次の作品のアイディアを考えているか、それともゆっくり休んでいるかじゃないかな。漫画家って徹夜が多いって聞いているから。徹夜？玉川綾子って高校生って噂だよ。だとしたら大変だよね。学校にも通わなくてはならないし、受験勉強だってあるかもしれないし。本当です。私ちっとも気がつきませんでした。奈々子がそんなに大変な思いをしているなんて。え？奈々子？あ、なんでもありません。そういえば最近奈々子先輩元気ないの。なんかぐったりしているみたいで。大変です。え、いない。奈々子、どこへ行ってしまったのですか？はぁ、奈々子どこにもいません。私疲れちゃいました。突然お邪魔してしまってすみません。だけど珍しいな、奈々子が俺たちに相談なんて。はい。遠慮しないでいいのよ。私たちにできることなら何でも言って。そのことなんですけど。なあネム、悪いけど奈々子にお茶入れてきてくれないか？はいはい。どうやら私はお邪魔みたいですね。そんなこと。俺たちが奈々子の漫画のモデルに？はい。今度描く作品、実は血のつながらない兄弟をモチーフにしてみたんです。小さい時に両親の都合で血のつながらない兄弟が一緒に住むようになって、それがいつしかお互いを意識し始めて、やがては禁断の愛に。そんなストーリーです。ずいぶんシリアスな話なんだな。奈々子の描く漫画ってもっとファンタジックなものじゃなかったか？はい、
そうなんですけど。でもそれだけじゃダメだと思うんです。もっと新しい境地を開拓しないとマンネリになってしまいます。ああ、でも純一くんとネムさんがどうって言ってるんじゃないですよ。そりゃそうだけど。ひどいです。アイシア、お前一体どこに行ってたんだよ。どうしてナナコの次回作純一に話してしまうんですか。え、どうしてって言われてもモデルを頼んでいますし。これでは台無しです。何が。幸せが逃げてしまいます。幸せ、お前何言ってるんだ。とにかく人に喋ったらおしまいなんです。え、あのアイシア、お前昨日からなんか変だぞ。何か隠してることがあるんじゃないのか。何もありません。純一も七子も嫌いです。アイシアさん。いいよ、ほっとけば。またいつものわがままなんだから。私、アイシアさんと話してきます。兄さん、今アイシアの声がしたみたいだけど、どうかしたの。え、なんでもないよ。アイシアさん、今度の新作のことなんですけど、アイシアさんも楽しみにしてくれているんですね。あの、私すごく嬉しいです。でも新しいことを考えるってとても大変なんです。一人で考えていても何も浮かばないことが多くて、だから純一くんたちに協力してもらったんです。決してアイディアを先に話したとかそういうことじゃないんです。それに人と話すことでとっても気分転換にもなるし、私最近寝不足でぼーっとしていることが多いから。ナナコ、本当に寝ていないんですか。全然というわけではないけど、でもアイシアさんのような私の漫画を喜んでくれるファンがいてくれるから私頑張れるんです。だから私心配してたんです、ナナコのこと。そうだったんですか。ありがとう、アイシアさん。私全然平気です。だって大好きな漫画を描いていられるんですもの。よかったです。でも大丈夫です。新作のアイデアのことは他の人には言いませんから。純一くんとアイシアさんだけの秘密です。ありがとうございます。これで幸せは逃げません。ナナコの新作は純一とネモをモデルにした禁断の愛の物語と。ところで禁断ってどういう意味なんでしょうか。アイシア。あ、杉並。そう、俺は杉並で、守備はどうだね。バッチリです。ここにまとめてあります。ほう、どれどれ。なるほど。これはすごい。で、これが幸運の浜屋というわけか。して、先生の新作は。そうだったのか。禁断、いい響きだ。あ、いや、これは見事だぞ、アイシア。本当ですか。まさに期待以上の成果。これなら当初の計画を超えた売り上げを、いや、当初の計画を超えた数の人々を幸せにできるというものだ。よかったです。うん、さすがに俺が見込んで煮込んだだけのことはある。アイシア、お前は最高のプロフェッショナルフェッサーにしてスペシャルリッチーなジャーナリストオブリストである。うん、よくわからないけど嬉しいです。おー、そうであろう、そうであろう。そこで疲れているところを申し訳ないが、もう一仕事を頼みたいのだが。はい。今回は他でもない、かの天風研究所についてである。天風、三春のことですね。
まさにそのミハルイコールワンコ城の父親天笠教授の研究所であるが、去る筋によると2年前より天笠教授は超ハイテクな人工生命体を研究しているとの情報がある。人工生命体？うん、すなわち知性を持ったロボットのことだ。そこでお前の使命だが、天笠研究所に侵入しロボットについての情報を調査し入手することだ。例によって決して他人に気取られてはならぬ。またアイシアの身に万一のことがあっても当局は一切感知できぬから、そのつもりで。こんにちは。誰もいませんか？日曜日なのでお休みなんでしょうか？でも扉は開いていたし。なんだか静かすぎて気味が悪いです。こんなところにロボットがいるんでしょうか？失礼します。あの、ロボットいませんか？機械がいっぱいありますね。一体何に使うものなんでしょうか？え、何ですかこれは？どうしたら止まらないです。この機械、怒っているみたいです。ダメだよ、空調のスイッチなんか押しちゃ。あ、ここは全てコンピューター制御になっているからね。あのどっかで見たことがある顔だと思ったら、お前朝倉家に居候してる。アイシアです。そうそう、アイシアって言ったっけ。で、こんな時間にこんなところで風見学園の生徒が一体何をやっているんだ？あの、その見学に来ました。調査、いえ、社会勉強のためです。見学？ちゃんと許可は取ったのか？はい、忘れました。しょうがないな。だけどここには生徒に見せるようなものはないけどな。ここって何を研究しているところなんですか？いろいろな。多分お前に言ってもよくわからないよ。ロボットとか研究しているんですか？ロボット？どうしてそんなことを聞く？あ、杉並が。いえ、そうだ、世間の噂というやつです。噂ね。そういうことってどこからか流れてくるもんなんだな。もう2年も経つというのに。うん？いけないいけない、ミルクの時間だよ。ミルク？そら、美味しいかい？可愛いですね。男の子ですか？それとも女の子？女の子だよ。はい、よちよち。わかったわかった。はい、抱っこでちよ。わあ、笑ってます。そりゃ人間だからね。いいな、私も赤ちゃん欲しいです。お前はまだちょっと早いんじゃないか？それともまさか。え？あー、ごめんごめん。よしよしよし。いい子だね。ほら、変なでっちよ。ああ、もう眠る時間かな。寝ちゃいましたね。はあ、赤ちゃんの寝顔ってまるで天使みたいですね。そうか。なあ、アイシア、コーヒーでも飲まないか？ケーキも買ってあるよ。いただきます。大体育児に非協力的なんだよな、うちの旦那って。そうなんですか？結婚前に家事は分担するって約束なんかちっとも守らないし、うんうん、休日は一日中うちでゴロゴロしてるし、私が仕事に行こうとすれば女は家にいるべきだなんて言うし、じゃあ少しは家庭サービスしろって言いたいじゃない？まったくその通りです。ひどいですだろ。お前分かってるじゃないか。もう一杯飲むか、コーヒー。いただきます。でさ、あいつ結婚前はもっと理解ある人だと思ってたんだが、人の話はちっとも聞かないし、結婚してから愛してるなんて一度だって言ってくれないし、何よりも許せないのは、ああ独身時代は良かったななんて抜かすんだよ。断固抗議すべきです。だよな。
お前まだ時間ある？大丈夫です。今日はとことんお付き合いします。そうこなくちゃ。はいです。はい、もしもし。小読み先生。え、アイシア今研究所なんですか？え、泊まるって。ん？すみません、本当にご迷惑をおかけします。アイシアをよろしくお願いします。兄さん、アイシアが遅いからミハルの家に泊まっていくって。ったく、あいつ一体何考えてるんだ。おはようございます。お、もうアイシアさんたら昨夜研究所に来てたんですか？言ってくれればミハルも混ぜて欲しかったのに。ひどいです、ひどいです。ミハル、おはよう。あ、そうそう、これアイシアさん宛に郵便受けに入ってました。手紙？私にですか？んー、だけど変ですよね。切手も貼ってないし、アイシアさんがここにいるってどうして知ってたんでしょうか？昨夜は遅くまでご苦労だったな。おかげで素晴らしい使命になりそうだぞ。杉並？杉並先輩？そう、俺は杉並。そして朝早くから申し訳ないが、いよいよ最後の指令を与えたいと思う。指令って何のことですか？あ、それがですね。おそらくそこには物見高いミハルイコールワンコ城もいることだろう。もはや隠すこともあるまい。今回は特別に参加を許すことにする。ああ、ミハルも参加していいんですか？なんだかわからないけどワクワクします。などと言って興奮している姿が目に浮かぶようだ。さて、他でもないが、最後のターゲットはかの朝倉純一である。純一？うん。2年前かの事件により一人暮らしを余儀なくされた朝倉だが、そこにいるミハルイコールワンコ城をはじめ多くの女人たちの同情を集め、アーマツさえ多大な世話を受けることとなった。ところが朝倉妹の帰還により突如その関係は崩れ、今や朝倉は朝倉妹一筋になったかに見えたが、さにあらず。なんかすごいことになってますね。実は未だ朝倉のはっきりしない態度が多くの不幸を生む原因となっている。はっきりしない態度？つまり諸悪の根源は朝倉の優柔不断にあるということなのだ。あいつの本心を探れ、真実を暴くのだ。それこそ朝倉に関わる全ての女人たちの幸せにつながる道なのだ。へえ、幸せの取材ですか。だから私たち以外にはこのことを誰にも知られてはいけないんです。わかりました。じゃあ美晴は取材記者第2号というわけですね。頑張ります。でも純一ってそんなに優柔不断なのでしょうか。これは調べてみる必要があります。腹減った。朝倉、昼はまた愛妻弁当かい？変な言い方するなよ。ま、だけどそんなもんかな。それがたとえどんな代物でも食べないと後が怖いからな。おい、こら工藤。あの、純一くん。あれ、七子、どうしたんだ？あの、これ、この前のモデルのお礼。え？サンドイッチ作ったんです。あ、別に無理して食べなくてもいいですから。じゃあ。食べなくてもって、そういうわけにはいかないよな。朝倉様。玉木。お昼は済みましたか？いや、まだだけど。これ私が握ったおむすびです。新鮮の米を使ったとっても縁起がいいものなのですよ。え、でもどうして？なんだか今日は朝倉様に作って差し上げたい、そんな気持ちになったものですから。だけど。遠慮は無用ですわ。じゃあせっかくだから。
あれ、なんだネムのやつまだ来てないじゃないか。朝倉くん。お。チワッス。小鳥。今日は一人なの？いや、一応ネムと待ち合わせしてるんだけど。そっか。これたまたま二つ作っちゃったんだけど。弁当。うん。よかったら食べて。多かったら残してもいいから。そうか。だけどなんで2つも作ったんだ？量を間違えてしまいました。なんだ、意外におっちょこちょいなんだな小鳥って。それでは白川小鳥帰ります。あ、またな。あ、これネムと一緒に食べるよ。うん。小鳥。ああ、なんだか見ていて切ないです。だけど今日は本当にどうなってんだ、こんなに弁当ばっかり集まっちまって。なんだ、マコじゃないか。何やってんだそんなところで。え、朝倉か。お姉ちゃんが卒業してから一人で鍋パーティーって開きづらくて。ところで朝倉、お昼済んだ？いや、まだだけど。ちょうどよかった。これお鍋作ったんだけど食べちゃって。え、鍋って？ああ、心配ないよ、普通の水炊きだから。それとも水炊きは嫌いかな？ああ、いや、そんなことはないけど、さっぱりしてていいよな。そう。よかった。それじゃあ。ごめん、遅くなっちゃった。ネム、あ、やべやべ、秋島先生と打ち合わせ長引いちゃって。そうか。あ、どうかしたかネム？ちょっと兄さん、後ろに隠してるもの、それ何ですか？あ、これはどうしたんですか、このお弁当は。だから、その小鳥たちにもらっちゃってさ、別にこんなにはいらなかったんだけど仕方なくてさ。一緒に食うか。仕方ないって、兄さん、そんな言い方ひどすぎます。女の子が心を込めて作ったお弁当ですよ。デリカシーがなさすぎです。わかったよ、全部食べるよ。やっぱり私のお弁当が気に入らないんですね。そんなこと言ってないだろう。じゃあどうして受け取ったんですか？あのな、俺にどうしてほしいんだよ。知りません。ああ、ネム先輩、プラネム状態炸裂です。これは杉並の言う通り、純一がはっきりしないのがいけないんです。本当の気持ちを引き出せるのでしょうか。難しいですね。こんな時に魔法が使えたらいいのに。え？魔法ですか？でもこういう魔法は難しくて、修行中の私には無理なんです。へー、アイシアさんってロマンチストなんですね。こんな時に魔法なんて美晴には思いつきませんです。でも本当に。そうだ、いい考えがあります。いい考え？はい、美晴に任せてください。じゃーん、完成しました。何ですかこれは。美晴特製恋の人生劇場ゲームです。恋の人生劇場ゲーム？はいです。ルーレットで当てた番号と同じ数だけ進み、そこに書かれていることを実践しながらゴールに進むんです。ゲームに勝った者は幸せな恋が芽生え、結婚することができるのです。その代わり負ければ恐ろしい罰ゲームが待っています。うわ、面白そうです。でもそれで純一の本当の気持ちがわかるのですか？バッチリ OK です。そこに抜け目はありませんから。
ゲーム大会？そうなんです。小鳥もぜひ参加してください。でもそういうのって私苦手だから。とっても大事なことなんです。これで純一の本当の気持ちがわかるんです。朝倉くんの？それは面白そうですね。だけど、なんだってそんなもの私たちがやらなくちゃいけないのよ。そこがミソなんですよ。なんと勝利者にはハワイ旅行というのは冗談ですけど、豪華商品がプレゼントされるんです。それ、純一くんも参加するんですか？もちろんです。行ってみようかな。まあ、それはスゴロクのようなものでしょうか。まあ、そんなもんです。なんか、面白そう。大会は明日の夜からです。ゲーム大会？何それ。ですから、毎年恒例の行事ですよ。そんなの聞いたことないぞ。今年から始まったんです。あのな、だけどお前また何か企んでるんじゃないだろうな。もうひどいです、純一。せっかく楽しいひとときをみんなで過ごそうと思ったのに。どうする兄さん。ま、変なこと考えてるようでもなさそうだし、しょうがないか。じゃあ私たちも参加でいいわよ。はい、お二人様ご案内です。にゃー、いらっしゃいませ。おっせ。あ、朝倉くん。よう小鳥、お前も来てたのか。うん、お邪魔します。ネモ先輩、こっちこっち。こんばんは、朝倉様。へえ、玉木まで。こりゃ驚いたな。ちょっと朝倉、私だっているんだから忘れないでよね。ゲームが終わったらみんなでお鍋パーティーをいたしましょう。今日は人数が多いからドスコイ鍋がいいですね。ドスコイ鍋というのは大きな、これ漫画に使えるネタがありそう。メモメモ。でも一体何が始まるのかしら。それでは皆様お待たせしました。第1回恋の人生劇場ゲーム大会を開催いたします。恋の人生劇場って、なんか不安だな。総合司会と進行役はこの天笠美晴が執り行います。そういえばアーシア、こういう場面では必ず顔を出すあのトラブルメーカーの姿が見えないな。杉並のことですか？今日は誠に残念だが、体調が思わしくなく家にて静養を余儀なくしている。したがってこの間で朝倉兄弟の健闘を祈ることにしたい。だそうです。あいつが体調不良って、後で大地震でも起こるんじゃないのか。それではここでルールを説明いたします。各自ルーレットに従って駒を進めてください。そしてその駒に書かれたことに従ってください。一番最初にゴールした人が優勝です。優勝者には豪華賞品が用意されてます。でも最下位の人には罰ゲームが待ってます。罰ゲーム？なんだよそれ。じゃんけんぽん。あら、私が最初ですか？どうしましょう。なんだかドキドキします。いいから早くルーレット回してお姉ちゃん。はい。3番です。3つ進んでください。はい。1つ、2つ、3つ。なんて書いてあるの？まあ、どうしましょう。私、合コンなんて初めてです。まこちゃん、一体どうしたらいいんですか？だから、そのまま合コンのある駒に進めばいいのよ。次は私ですね。えい。公園で、思いがけない出会い。え？なんかこれ、結構ドキドキするね。じゃあ次は私ですね。
えい。いきなり好きな人との別れって何これ。失恋の場合は先に進めません。失恋ってなんでそうなるんですか。私は嫌です。もうネム先輩、ルールにはちゃんと従ってくれないとダメです。まあ私、お見合いをするのですか。でもまだ早いような気がしますが。でもでも、お見合いって最も結婚生活がうまくいくなんて言いますわよね。私は二人だけの旅立ち。なんかロマンチックです。素敵ですね。次はナナコです。仕事に追われなかなか良縁に恵まれない。ってこれ未来の私のことですか。次は俺か。はあ、兄さん真面目にやらないとダメですからね。わかってるよ。そら、何何。失恋の連続です。このままでは一生一人かもしれません。なんだよこれは。たく縁起でもない。罰が当たったんです。それどういうことだよ。喧嘩しないでください。朝倉先輩は2回休みになります。いいよ、2回でも3回でも。お姉ちゃんの番よ。はい、なんかこれ楽しいです。私、アラブの大富豪と結婚するみたいです。あ、どうしましょう。まこちゃんと離れ離れになってしまいます。そんなの嫌です。だからこれはゲームだっつーの。次、白川小鳥行きます。その人のことを一途に思うようになる。すごいです。10コマ特進です。本当？白川さんらしいですね。え？そんな、この私が不倫だなんて。ああ、神に仕える身なのに、なんともお恥ずかしい限りでございます。よっと。え？同窓会で意外な人と出会う？誰だろう？マサト君かしら？それともタカシ君？でもそれは片思いだったし。うわぁ、ドキドキする。だからゲームなんですけど。えい。え？いつまで経っても思いは伝わらず、苦悶の日々は続く。一体誰のせいなんですか？なんで俺を見るんだよ。なんかとっても面白そうです。私もやってみようかな。いいですよ。えい。初恋の人と結ばれ、もう少しでゴールイン？すごいです。アイシアさん、いきなりトップに躍り出ちゃいました。そろそろクライマックスですよ。まだまだ逆転のチャンスありありです。はぁ、あ、もうどうでもいいよ。早く終わらせてなんか食おうぜ。腹減ったよ。次は兄さんの番ですよ。はいはい。ミハル、わかってますって。ごにょごにょっとちょっと細工します。じゃあ行くぞ。そら。ん？なんだこれは。マス目に紙が貼ってある。あー、特別コーナーに入りました。特別コーナー？はい、ここは一発大逆転コーナーであるとともに、一発奈落の底コーナーでもあるんです。あー、とにかく紙をめくってください。ったく、何を考えているんだか。
今あなたが本当に思っている人の駒に進んでください。その人があなたの愛を受け入れればそのままゴールインでゲームは終了です。でももし受け入れてもらえなければ恐怖の罰ゲームですって何なんだよこれは。ってなんだよみんな急に静かになっちゃって。たかがゲームじゃないかなあネム。兄さん、大地、こんなもの答えは決まってるじゃないか。朝倉君、小鳥、やっぱり決まってるよね。だからやめようぜこんなバカなこと。バカなことじゃありません。兄さんっていつもそういう時曖昧にして。もちろんそれは兄さんが優しいからだと思うけど、でも結果として辛い思いをする人がいるってこと分かってない。ネムさん、もう兄さん一体誰を選ぶんですか。ふざけんなよ、そんな大事なことこんなところで。冗談じゃない、俺は帰る。待って兄さん。急に立ち上がったら足がしびれて、あ、危ない。純一兄さん、朝倉様。朝倉、痛え。大丈夫兄さん、大変です。ああ、純一の駒が俺の駒、美晴の駒の上に乗ってます。え、なんでということは朝倉先輩が選んだのはこの美晴ってことなんです。でも美晴が一番好きなのはやっぱりネム先輩で、2番目に好きなのはバナナですから、朝倉先輩は3番目に好きなんです。だからごめんなさいです。なんだそりゃ。ということで優勝は美晴です。そして朝倉先輩は恐怖の罰ゲームです。罰ゲームは参加者のお弁当を1週間分作ること。おい美晴、ちょっと待て、それっておかしくないか。まあ仕方ないわね、オチとしてはこんなとこかな。おい、オチって。じゃあ優勝豪華賞品っていうのは。はーい、なんと豪華台湾バナナ1年分美晴がいただきます。それっていらないかもですね。まったく、この間は散々だったぜ。人の弁当をずっと作らされたんだからな。でも俺も参加したかったな、そのゲーム大会。よせよ、ひどい目に遭うだけだ。朝倉、これどういうこと。なんだよそんなに血相を変えて。この学内新聞よ。あ、哀れ朝倉兄、後輩に失恋、二股疑惑発生って、なんだこれは。それだけじゃないわよ、爆裂元学園アイドルの3サイズ、なんでお姉ちゃんのサイズがこんなところに載ってるのよ。水越妹、悲しみの A カップ。こら、そんなとこ。かの元美人教師、旧姓白川小由美、離婚の危機か、夫婦の価値観の違い、神秘の巫女、まさかの不倫願望。それは間違いですわ。特別大スクープ、高校生天才漫画家玉川綾子先生の新作、禁断の兄弟愛、モデルは本校生徒 A 兄弟かって。純一くん、これって一体。まさか、俺は誰にも言ってないぞ。大変よ朝倉くん、変な新聞が校内で配られているの知ってる？これのことだろう。静筆の森、乙女の祈りって。やだ、これ私のことだわ。あの時のことですわね。ちょっと待って、なんかおかしいよ。この記事には全体を通してどこか共通の匂いがする。共通の匂い。そうですわ、あの時神社の出来事を知っているのも、お姉ちゃんの3サイズを知ってるのも。そうか、七子の新作のことを知ってるのも、そしてゲームのことを知っているのも。
アイシアさん？よかったです。みんな喜んでくれてるんですねまさに予想外の売り上げ。いやいや、予想外の反響。これもみんなアイシア、お前のおかげだ。感謝しているぞ。頑張った甲斐がありました。これに懲りずに創刊第2号を予定している。頼むぞアイシア。そういうことだったのか。純一、こんなことだろうと思ったわ。杉並、あんたって男は。これはこれは、誰かと思えばご一同さん。ふざけんな。これは一体何なのよ言わずと知れた栄えある非公式新聞部創刊第1号、喜んでいただけたかな。天柱甘い甘いでござるぞ上様。ガサだよ。純一、どうなってるんですか。お前も少しは気づけ。何をですか。ちょっと兄さん、二股疑惑って何のことですか。それに A 兄弟って知るか。そんなのこら、誰だこんな新聞発行したのは。変です。どうしてみんな幸せになってないんですか。どこが幸せなもんか。ほら、アイシア、お前が。兄さん、まだ話は終わってません。もう、杉並、許せんまさにこれは大成功というほかない。泣けんな。殿、お気を確かに。